私たちはスマートネットワークにおける最初で唯一のウォレット、スマートウォレットをご紹介します。これは様々な仮想通貨を一箇所に保管し、簡単に管理できる最新の便利で安全な仮想通貨のウォレットです。スマートウォレットの主な利点は、一つのアプリケーションで無制限の数のウォレットを作成できることです。何十ものウォレットをインストールする必要はもうありません。人気のある仮想通貨はすべてスマートウォレットで利用できます。この記事ではスマートウォレットのインターフェースと機能について紹介します。アプリケーションのメインメニューは画面の下部にあります。メニューには3つの項目があり、左から右に列挙します。ウォレット、QR コード、設定。それぞれのメニュー項目を順番に見ていきましょう。メイン画面にはドル単位の合計残高を示すウォレットのウィジェットがあります。ウィジェットの下には、このウォレットで利用可能な仮想通貨のカードがあり、その残高も表示されます。新しい仮想通貨をウォレットに追加するには、メインウィジェットの Add Asset をクリックしてください。ウィンドウが開き、現在利用可能な仮想通貨が表示されます。仮想通貨を送受信するには、ウォレットカードをクリックしてください。仮想通貨をウォレットに受け取りたい場合は、レシーブボタンをクリックしてください。これにより、スクリーンショットを取って取引を期待している相手に送信できる QR コードが開きます。また、コピーアイコンをクリックして、コピーできるアドレスも表示されます。仮想通貨を送信するには、Send ボタンをクリックしてください。開いたウィンドウで送金する金額とアドレスを入力する必要があります。QR コードをスキャンして仮想通貨を送信することもできます。ウォレットにはユニークな名前を付けることができ、いつでも変更できます。所有しているウォレットの表示順序を変更することもできます。ウォレットの追加については設定セクションで詳しく説明します。メニューの2番目の項目は QR コードです。これを使用するとカメラを QR コードに向けるだけで簡単かつ迅速にトランザクションを送信できます。スマートウォレットアプリの最後のセクションは設定です。最も重要な設定セクションは My Wallet です。ここで新しいウォレットを追加できます。新しいウォレットを追加するには Add Wallet ボタンをクリックしてください。ウィンドウが開き Restore Wallet をクリックして既存のウォレットをインポートするともに Create New Wallet をクリックして新しい固有のウォレットを作成できます。ピンコードセクションではピンコードを設定または無効にすることができ、チェンジピンではそれが変更可能です。Face ID、Touch ID セクションではセキュリティを強化するために顔、または指紋のスキャンを使用した認証を有効にすることができます。Transaction Confirmation セクションではトランザクション確認を設定できます。ダークモードセクションではアプリケーションのライトテーマとダークテーマを切り替えることができます。今すぐスマートウォレットの研究を始めてください。Android 8以降の APK バージョンはすでに Android デバイスでダウンロード可能です。smartwallet.com